はい、どうも皆さん、やってまいりました、森ちんです。今回もモンスターハンターエクスプロアやっていこうと思いますけれどもね、この前動画で一番最初かな、ハンター入門クエストのティガレックスのねに対して有効な装備をゲットっていうので、まあこれ集めてきたんですけれども、まあこれに挑めってことなんだよね。強襲ティガレックス、このクエストに挑めよっていう装備らしいので、これに行ってこようかなと思います。で、ちゃんとこの前のやつのフル装備ということでね、これで行きたいかなと。さあ行きましょう。勝てるかな。いや、頑張ります。結構でもね大変そうだなと思いつつ、なんとかガードいろいろ決めつつ頑張ろうかなと思います。さあ一応ね、ノラでもね多少というか何回かやったりしたんですが、よいしょ、こんな感じでね、この辺の攻撃とかガンガン食らっちゃうので、なるべく食らわないように頑張りたいなと。この辺とかはよいしょ、ダメか。あー、ここ難しいんだよな。これね、これを今のカウンターできたら嬉しいんだけど、さすがにちょっとできてなくてね。どうやったらいいんだろうか。ここはガードかな。よいしょ。で、ここでガードして攻撃に転じると。いやー、しまった。こういうのに当たるとね、そもそもダメージ与えられなくなっちゃったりとかするから、なるべく当たりたくないんだけども。ここら辺もガードして、ただね、やっぱね、防御力がね、足りない気がしちゃってね、耐えらんないんだよね。全然耐えらんない。うん、本当に。いや、上手い人はそもそも当たらないのか。いや、痛い。いや、こういうの当たっちゃダメなんだよ。そう、こういうのに当たっちゃダメだから、ボンと来て、はい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 。こういうのにね、当たらないようにしないといけないんだけど、なかなか。いやー、ダメだ。風圧が。来たな。で、ここで、これですよ。で、これとかもダメージ食らっちゃうから、カウンターもさ難しいよね。やっぱ完全なガードってのはやっぱないから、この辺のダメージをどうしていくか。まあアイテム使ったりだとか。お、やっと1。あ、でもこれならいけないことないか。これならいけないことなさそう。よしよし、これでいかに僕が効率よくダメージ与えられるか。よいしょ、いかに効率よくいけるか。あ、バルトが死んだ。もう何やってんだバルト。よいしょ、ガード、よいしょ、オッケー。よしよしよし、カウンター当てていきたいな。よいしょ、こういうところでもカウンターにしていかないとダメだよね。危ない。なんだ、大丈夫か。あ、よかった。よしよし、いや、そろそろ半分いきたいな。大丈夫か。よいしょ。いやー、でもいけるかな。でも多分ね、ダメージ的にはねいけると思うんだ。よし、これをうまいことどんどん活用して、よし、こういう時にねダメージ回避のすべとして、ブラーイミスった。ダメージ回避のすべとして使うと思ったんだけど、ミスったな、完全にミスったな。うわー、こいつアグレッシブだな、随分とな。半分きたな。ただ僕の体力はちょっと半分を切ってしまっているのでわからないですが、こういう時にしっかり与えていかないとダメだよな。ダメージとともに、何、こっちもダメージ食らうけど敵にもダメージを与え、ああ、で、だからこれじゃないんだよな。敵にもダメージ与えるっていうその気持ちが大事。よいしょ、オッケー、これな。こういうことが大事なわけだよな。よいしょ、よいしょ、はい、当たんない。はい、当たらない。よいしょ、あ、ガードできんだね。よいしょ、甘い。オッケーガード、オッケー。さあここが正念場、やばいぞ。もうね、赤まで行くともうガードもしない方がね、でね、正直耐えられないね、やっぱね正直耐えられない。ガードずっとしてても耐えられないという、このね、いや、これどうしたらいいんだろう。やっぱ防御力がそもそも足りないのか、やっぱ回避していかないといけないのか。ああ、いや、行くよな。いや、まだ難しいね、難しい、本当に。ここまで行けばね全然いいんだろうけど、いや、これね、どうしたらいいんだろうかなって思って、やっぱりその回避、こういう回避をしてどうにかするっきゃないのかな。僕もいまいちね、なんだろう、こうやり方というか攻略の仕方というかね、難しいなって。やっぱ上手い人のプレイとかまだ全然見てないからっていうのもあるのかもしれないんだけど、やっぱ回避寄りの装備の方が安全なのかなって。いてててててて、こういうダメージを食らっちゃうとあかんよな。危ない。で、ランスはやっぱり距離詰めるんだったらやっぱこれで、で、ガードがすぐできる、突進で距離詰めて
でガードがすぐできるからそのガードを活用していくみたいな。やめて、すぐ突進だよね。うん、すぐ突進をして、で場所を変えて行くぞ。突進ばっかねガンガンやっていけば多分結構やっぱダメージになってくれるんじゃないかなって思って。起きたな。そう、これが当たっちゃうんだよね。そう、このグルーンに当たっちゃうから、これはやっぱりどうしても、よいしょ、よいしょ、オッケー、おお、いいね、いいね、いいね、いいよ、いいよ、いいよ。とりあえず一回やっちゃったけど、今のダメなの？なんで、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 なんで今の、痛い！300って、ちょっと待って、怒ってるからか、怒ってるから、怒ってるからやばいのか、あぶねえ。怒ってると何そんな食らう。あー、赤ゲーなっちゃったよ、赤ゲージになっちゃったよ。ここから先使うのはさすがにもったいない、さすがにもったいないぞ。逃げろ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 、安全になるまで逃げろ。とりあえず、あー、やばい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 、もう決めなきゃ。ガードガードガード、あー、ガードしててもあかん。さあ、怒ってからのダメージでかいね、怒ってからのダメージがでかいな、これ。ちょっと待って、でかいでかい、よいしょ、あー、くそ、怒ったらあれかな、怒り解除されるまでちゃんと様子見た方がいいかもな、ソロとかだとその方がやっぱ安全だよな。ガンガンと来て、でここで行くと、ほい、そしてここで使ってこれダメージを回避してガードで、そして、うん、そうだな、やっぱこの、よいしょ、来たな、怒り、ほい、いける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 、大丈夫大丈夫、さすがにさすがに石15個は使わないだろう、さすがに15個使うことなんてのはないと思うんだが、多分でもあれだよな、これプラス全部にオール25とかにした状態の前提のなんか火力というか、なんかそんな感じがね、入門クエのやつでこれ全部ね、25全部25にすれば多分耐久力的にも足りるのかなみたいな、多分そういう調整なのかなって思うんだけど、どうなんだろう。はい、ということで、ちょっと石いやー、ちょっと悔しいな、石10個使っちゃったけれども、とりあえずソロでの討伐、ソロとぼっちパーティーかな、どういう呼び方になってんのか分かんないけど、ぼっちパーティーで討伐ということで、強いですね。もうちょっとちゃんとあれだな、25にやっぱしておかないとあかんな。お、やったね、やったやったやった、嬉しい。何が出るかな、武器欲しいな、武器。お、なに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 、おー、片手剣だ、レックスクロー、いいね。でも片手剣って感じじゃしないけど、防御力下がんのこれ、あ、マジでマイナス100だって、へえ、こんなんあるんだな。で、全員の与える水属性ダメージが、え、全員の、全員とかあるんだ、へえ、すごいね、全員とかあるんだね、全員に及ぼすとかあるんだ。お、次は何、あ、タチだ、タチ使いたいけど全然タチ持ってないから嬉しいな、これ。体力を回復する、へえ、なるほど、アクションスピードがかなり上がり、与えるために 3.5 倍、強い強い、 3.5 倍は強い。ちょっとレベル上げたいな、これ。でも水はね、体験ですっごいね、強いのがあるんだよね今ね。報酬2倍、そうだ、報酬2倍にしてたんだ、忘れてた。ちょっと奥まで開けちゃおっかな、せっかくだから奥まで開けちゃおう、せっかくだからね、これでなんか出たら嬉しいじゃない。いや、もうね、もうこのね、仮玉すごいいっぱい使っちゃってあかんよね。レックスコート、あ、もしかして僕の欲しかったやつじゃないか、あ、ガンナー来た、揃った、揃いました、ガンナー装備揃いました、やったね。ノラでやっててもそうだったんだけど、ちょっとノラでもやったんだけど、やっぱね、この初期のやつだとやっぱりちょっと火力足りないというか、足りないというかね、耐久力が足りないなーって思っちゃったね。なかなかやっぱり難しいですね。で、まあこれはレベル1で落ちるけども、まあ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 いいんじゃないかな。てなわけで、こんな感じで、強襲ティガレックスのクエストに、まあ入門クエのね、装備で挑んでみたよという動画でございました。ご視聴ありがとうございました。 YouTube のチャンネル登録、それから Twitter のフォロー等々待ってますので、よろしくお願いします。グッドボタンもよろしく。それでは次回お楽しみに。グッドバイバイバイ。